ドジャース4のゼロガーディアンズ8日ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手が1番指名打者で出場し1点リードの5回の打席で46号ソロを放った右翼ポールサイへの一発は飛距離137メートルの特大弾本拠地が騒然とする中球審によるビデオ採定を経て本塁打が確定した21年にマークした自己最多本塁打に並んだ 盗塁と合わせて46の46を達成し自身の持つメジャー記録を更新した。同が最多タイの46号を確信眺めする大谷かっこよ。この日は3回の打席で中前打を放っており51度目のマルチ安打。シーズン162安打で昨季の自己最多安打さらには101打点で21年の自己最多打点を更新した。 ナリーグ本塁打王争いは2位を綱、ブレーブス2球差をつけ、打点部門でもアダメス、ブルワーズと並び、再びトップに浮上した。この日の大谷は初回の打席で左翼、3回は8球粘って中前打を放ったが、一塁牽制止を喫した。大谷は前日の試合で4打数無安打、9月6試合で3度目のノーヒットを喫したが、 6回には左翼方向へ飛距離106メートルの惜しい当たりもあった。打率を開幕直後以来となる2割8分台に落としていた。シーズンはこの日を含め残り20試合、年間ペースを52本塁打、52盗塁としており、前陣未到の50から50が現実。